皆さんこんばんは、みくです。あっという間に3月に突入して、今日は動画撮ってる日でいうと3月3日になるんですが、ここ最近の私は本気でリニューアルをいたしました。3月に入って今現在の私はめちゃくちゃスッキリしてて、もうほんまにこうスカッとした感じやねんな。なんで私が今こんなにスッキリしてるかっていうと、今まで自分の中に持ってた大きい夢っていうものを一旦手放してんな。まあそれを手放したことですっごい気持ちが楽になってんな。で、夢ってそもそも叶えるために存在するやんか。だからやっぱ夢って持ち続けたいし、夢を叶えるために頑張りたい、日々成長したいっていう思いではいるんやけど、そのほんまに夢に向かって一生懸命頑張るっていうことすっごいいいことなんやけど、その夢に押しつぶされすぎて今の自分がすごい苦しんでるなっていうのに気づいて、だからその夢っていうのを諦めるんではなくて一旦手放そうと思って、そうしたらすっごい楽になってん。だから今の自分をずっと苦しめてたなって思って、結婚をして幸せな家庭を築くっていうのが私の夢やってんな。で、まあ、みんなからしたらそんなことかいって思うかもしれないけど、私にとってはものすごいもう大変なことなんよだからよく言うやん、私みんなすごいな、なんでそんな結婚みんなしてんのって言うやん。私は叶えたくても全然叶えれずにここまで来ているわけだから、これって私の中でものすごいもう大きな夢やねん。でやっぱ結婚したいなって思ってでもなかなかそこにたどり着かなかったり、こうもがき苦しんで、まあ、今に至るっていう感じなんやけど、だからまあほんまに夢やん、これってこう叶えたくてもなかなか叶えれへん、その中で一生懸命頑張ってっていう、ほんまに自分の中の夢やんか。叶えるために今を精一杯生きるっていう。でもなんかそのどうしても叶えたいって思いすぎて、ほんまに自分の気持ちをむちゃくちゃにしてたなって思って、なんかその結婚って思いすぎると今の自分をすごい粗末に扱ってしまうというか、今の自分の気持ちをなかったことにというか、今の自分を楽しませれてあげれてないって思って、これはあかんって思って、でだから一旦形にこだわることはもうやめようって思って、もうその考えを手放してんな。どうしても結婚したいっていう夢をやったらもうすっごい楽になって、私はただ結婚したくなくなったっていうわけではなく、今その結婚をすることが夢っていう存在をちょっと手放したっていう感じ。夢って言っちゃうともう絶対的に叶えなあかんみたいな、夢は叶えるものやからっていうのがありすぎて、もうほんまに今の自分の気持ちをもうむちゃくちゃに無視とか、もうむちゃくちゃにしてたっていうのに気づいて、夢っていうよりかはいつかできたらいいなっていう願望に変わったというか、夢ってさやっぱ諦めたら終わりみたいな感じで言うやんか。やけどなんか諦めたわけではなく、その一旦今の自分を大切にするために手放そうって思ったっていう感じで、そうすると今の自分はすごい肩の力が抜けたというか、すごいリラックスできてて、そうだからなんかこういろんなものにとらわれすぎてたなと思って、やっぱり周りからの意見とかってその人の考えやんか。なんかだから正直私からしたら何を言われても、いや私はそれが嫌やねんなっていうこととか、いやあなた私の人生の経験したことないでしょとか、ちょっとひねくれた感じになっちゃうね、人に何かを言われると。だからあんまりこう自分のことを相談とかするのは嫌で、だから自分も相談とかされたら気をつけるようにしてんねんけど、あんまりこうした方がいいんちゃう、ああした方がいいんちゃうっていうことはしひんようにしてて、なんやろな、こう結婚したい、それはもちろん夢ではある、夢ではあるし目標ではあるけど、
まあ、夢って言っちゃうと絶対的に叶えなあかんってなっちゃうから、願望やな、願望っていう風な感じに切り替わったことで、焦って行動しんくていいんやっていう風にちょっとホッとして、今までの人生って私結婚に焦ったこととかほんまなくって、もう自分のペースというか、もう周りに流されへんすぎてるやろぐらいの感じやって、まあ、周りみんな結婚してるわけよ。もうほんまに彼氏ができて、もうポンポンポンって結婚してっていう感じで、もうほんまに不思議で、なんでこんなにも私はみんなと違うんやろって思って、でもなんかそんなみんなと違う自分もほんまに自分的には自信を持って行動してたし、やっぱり昔の方がポジティブで、なんか何でもタイミングやし、起こるべくして起こるから、なんかそんな焦らんくても好きなことやろうって生きててんな、ずっと。けどこう年齢とともにというか、自分は焦ってるつもりはなくても、無意識的なところでやっぱり周りの環境があまりにも自分と違いすぎて、え、自分っておかしいんかなって、なんかそんな風にさえ思って、なんかあまりにもみんなと環境がちゃいすぎて、なんか話とかもなんか話すことがないっていうか、なんやろな、なんか全然ちゃうねん、もうなんか自分の考えとかもそうやし、生き方がみんなと違いすぎて、私ってやっぱおかしいんかなってちょっとしんどなってきて、自分らしく生きててんけど、だから余計と、あ、早く結婚したいなって思っちゃったり多分してて、なんか私ってそういう何でも形にこだわらず自由に生きてる時の方がほんまに生き生きしてて、でなんかそれに気づいた時に、あ、まあ、なんか縛りつけるものがあったら自分は自分を苦しめてしまうんやって思って、だからそういうカテゴリーっていうか形にもう囚われるのはやめようと思って、もう自分を楽にさせてあげようっていうか、だから結婚ってやっぱりもちろんタイミングで、だからそういう現実が訪れる時は訪れるし、今焦っても何にもならへんし、全て必要やから起こってるし、だからさ、昔は何でもタイミングやタイミングやって思ってんけど、そうやって結婚に焦れば焦るほど人にタイミングって言われたらめっちゃ腹立っててんか、そんなタイミングタイミングって言ってたら何にもできひんやんみたいな感じにちょっとイラッとしてて、昔の自分はタイミングタイミングってめっちゃ言ってたのに、だからなんかちょっと自分じゃない感じの生活をしばらく送ってたなっていうのがすっごい思って、だからその殻を破った感じ、その元の自分に帰ってきた感じで、もう今めっちゃ楽になってっていう動画を撮ってます。これは、まあ、その恋愛的に限らず仕事とか人間関係とか何でもそうやと思うんやけど、仕事でさ、こういう夢を叶えたいっていう仕事があったとして、でもそれが例えばな、昔から ちっちゃい頃からの夢っていうものでこの仕事に就きたいって思ったとしても、だん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 こう大人になるにつれてその感覚って変わってくるやん。目に映るものも関わる人だってどん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 大人になるにつれて変わってくるから、もちろん自分の考えって変わってくるやん。だから夢が変わるのも当然で、それで言うとジャニーズで辞める人とかって増えてるやん。で、昔はそれはアイドルになりたくてジャニーズに入ったけど、やっぱり考え方が変わったりして脱退とかあるやんか。だからもちろん人って考えも変わるから、生き方だって変わるし夢だって変わるんやな。だからこの仕事に就きたいと思ってたし、この専門学校に行きました。でもその専門学校に行ってる最中に違う夢ができました。でもその専門学校に、ま、お金を払って行ってるからどうしても叶えないといけないっていう、叶えたいでるって叶えなければならないっていうのはちょっと違うやんか。だからそんな感じ、わかりやすく言うと昔から結婚願望が強い、まあもちろん今もそういう願望はあるけど、やっぱ言うたら親にも結婚してほしいって思われてるやんか。もちろんそれはそうや、だけどその日こうやって毎日過ごす中で周りを見てたり自分の生き
方を改めて考えたりとか、こう日々過ごす中で関わる人とか話すこととかで自分の考えがどん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 変わるわけよ。結婚結婚って考えれば考えるほどあーってなっちゃう自分になっちゃってたんよな。だからその夢っていうのはもちろん叶えるためにあるんやけど、夢に自分が縛られすぎたら自分の首をめっちゃ絞めるし、自分をめっちゃ苦しめてしまうっていうのを改めて思ったから、まあ、夢を持つことはすっごい大切だけど、夢を叶えたいじゃなくて叶えなければならないってなった瞬間はもうちょっと手放した方がいいと思うんだよね。今回私自分がこうなってすっごい思ったから、今こう自分の夢とか目標に対してちょっとモヤモヤしたり引っかかる部分があったり、やっぱ周りからの期待だったりとかそういうのに応えなければっていう、なんとかしなければってなってる状態だったらほんまに危ないと思うから、なんやろな、それを叶えることで周りが喜んでくれることが自分の幸せって思うならいいんやけど、自分の気持ちを押し殺してまで周りを幸せにすることが果たして幸せでいいことかって言われたらちょっと考えるような。だから私はその結婚をいつかできたらいいな、いつかできたら、まあ、もちろん自分の子供にも出会えたらいいなって思うけど、それもほんまにタイミングやと思うし、昔の自分が言ってたように全ては良きタイミングで訪れるから、それを待つしかないし、でその待ってる間にできることは何かっていうことに目を向けたら、私はこうやって、まあ、32歳で女で珍しく独身でいるわけよ。周りはみんな結婚してるで、やけど独身でいるわけよ。でその一人でいるからこそできることがたくさんあるはずやからって思ったらな、このな YouTube がなほんまにななんか楽しいってなって、だからその結婚してる人にの価値観とか考えに流されすぎる必要がないっていうか、自分は自分やから、その誰かと会うとか関係なしに一人でももう楽しめることっていっぱいあるやんか。ああごめんごめん。だからなんかほんまそう、なんかそう思うと楽しくなってきて、周りからしたら一人でそんな寂しい人生を送ってんなとか、まだ独身なんとか思われるかもしれないけど、知らんやんそんなんそんな私だって全力で生きてるわけやん。でその結果が今なわけやんか。知るかって感じやんそんな。だから楽しいを全力で楽しみたいと思って、なんか友達に言われたことでなんかうんって思うこととかも結構多くって、やっぱり少なからずこうみんな生きてる空間って違うやんか。だから共感し合いたいわけでもないし、自分のことをだから相談したいわけではないねん。そうだからなんか自分の話をしてでもこうこうこうやと思うとか、なんかそれって相手の考えなだけやんか。だから意見として聞くことはもちろんいいんやけど、ただなんかやっぱ生き方がそれぞれ違うからさ、なんか自分の中ではハテナが浮かぶわけよめっちゃ。そうだから相手からしたらこうした方がいいんちゃうって提供してくれたことが自分にとってはすごいトラウマなことやったりとか、だから自分のこの生き方を相手はしてるわけじゃないから、そのアドバイスをされてもなんかちょっと道ってかもう規格外なんて言ったらいいやろな、もうなんか話と全然それてるというか、だからやっぱ私だから人に相談とかは人に自分のこの話とかをするのはすっごい苦手で、だからもうわけわからんことをずっとして笑ってたりみたいな、そんな感じしょうもないことで笑って生きてたい、でもほんまにそんな感じやねん。そうダメかなこれ。だからその A ちゃんのライブだってもう全力で楽しむし、ただ YouTube で甘いもん食べるだけでもすっごいもう一回一回も美味しいって思いながらほんま楽しんでるし私。だから楽しいよ、ほんまに楽しみたい全力で。だから一旦その自分の中にあった夢を
諦めるんじゃなくて手放してみてよかったなって思って、それが3月になってこう切り替わった、リニューアルした私の今現段階の話なんやけど、だからそうやってすっきりする手前はやっぱ少なからずこう嫌な時間もあったし、そうでもそれがあるからもう今めっちゃすっきりしてるし、でまたさしんどくなる時も出てくると思うんだよな。やっぱ人と絡んだりとかしたらこういろんな感情が出てきたりとかもするやん。やけどそうやけど、なんかちょっと今回ですっごい心の中のもやっとしたものを取り除けたなと思って、でもさ分からへんやん、私が今さ結婚したいっていう夢を一旦手放したって言ってもこういきなりさそのタイミングが訪れるかもしれんやん。ごめんなさい、この間結婚しないって言ってたんですけどしましたとかあるかもしれんやん。だからほんまに何があるか分からへんから、だからこそ今を楽しみたいし、何があるか分からへんから今とにかく自分の生活を楽しんで、やることは全力でやりきって頑張って乗り越えていきたいなって思いました。だから今の自分やからこそこう YouTube ができて、 YouTube に力を入れれて、だからもっともっとできるはずやねんな。そうだからこう余計なことを考えてた時間をYouTube に当てれるって思うとすっごい楽しみで、そうだからほんまにこう余計なものが抜けたっていう感じで、その形だったり自分が夢としてたものにもとらわれず、その自分の思うがままに生きていこうって思いました。ほんま自分の中でやりたいこといっぱいあってさ、ほんま気軽にできることとか特にどん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 やっていこうと思った。それで思わなかったらやめたらいいだけやし、そうだから一人やからな、なんせこれで例えば子供とかいたらできなかったりすることを今はできるわけやんか。そう自分の中で子供が欲しいっていうのは夢ではあるけど実際できてないわけやんか。そうだから今できることっていうか今自分がしたいこととか考えるだけでワクワクすることとかとことんやってみようと思っております。だから夢とか気持ちとかがコロコロ変わることって別に何にもおかしいことじゃなくて、気持ちなんかコロコロ変わるに決まってるやん。そんなんだって人とか物事とかで影響されるわけやん。もちろん自分の感情が動かへんなんてそんなないやん。だからコロコロ変わって当然やし、その芯の部分はブレずに生きていけたらいいなって思うかな。私はそのまあ私が夢としてたその結婚、家庭を持つっていうのはその諦めたわけではないから、その分厚い壁があるわけよ、叶えるにはな。だからそこを今まではガン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 ってこうもうほんまにもう無理やり自分を傷つけてまでぶち破ろうとしてたわけよ。だけどそんなことしてたらもう自分のこの腕もしんどいやん。もう気持ちもこうやってこう疲れて、疲れたってなるやん。もう気持ちも沈んでいくやん。そんなことしたら身が持たへんに決まってるやん。だからもうほんまに一日コンコンコン、もうこれでいいね。もう3回ドンドンドン、あかへんな、じゃあもう好きなことしよう、もうこれでいいね。今すぐ叶えたかったらもうドン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 ってもう自分がもう苦しんででも、もう辛くても自分の気持ちを押し殺してでも叶えたかったらもうドドドドンってもうボロボロになってでも叩き続ける方がいいと思うね。もうそれはその絶対この仕事をしたい、絶対これを掴み取りたい、まあ、例えばで言うと絶対この大金を掴み取りたいってなるんやったら、もうじゃあお金をその受け取ることってもう少なからず自分のエネルギーを使うってわけやんか。だからそれはさもちろんさ疲れるわけやん。いやそれ相応のものが返ってくるやんか。だからもうほんまにボロボロになってもいいならこう叩き続けたらいいと思うんやけど、自分がボロボロになりすぎて今の自分が身が持たへんってなるぐらいなら私はもうトントントンにしようと思います。はい、そんな感じで、まあ、だからその日によってさトントントンの日もあればもうダラダラララっていう時もあるし、そんな感じでいいなって思った。早くしないとみたいな感覚が自分をすごい苦しめてたなっていうのを思ったので、なので私のこの独身チャンネルに磨きをかけて自分が今できるってかしたいこととか一人やからできることをどんどんやっていきたいと思います。そう思うとすごく楽しみになってきました。起こる出来事は
なるべくしてなってるものやし、タイミングで訪れるから、もうそのノリに乗っかって自分を楽しませてあげたいなっていうのが今の私です。だからこれからも私は独特な自分、ライフを楽しんでいきたいと思いますので、皆さんも一緒にこの未来チャンネルとともに楽しんでもらえれば嬉しいです。てなわけで今日はちょっとした夢の手放しのお話でした。皆さんもどうしても夢を叶えたいっていう方がいたら引き続き叩き続けて、そう、でも叶えなあかんよなっていう人は一旦手放してみてください。めちゃくちゃスッキリするので、はい、っていう感じの春の始まりの動画でした。3月はなんか春が始まるっていう、こう切り替わる感じが私はいつもするので、はい、ちょっと春が訪れる前触れというか、そんな感じがしました。ということで3月も引き続きよろしくお願いします。そして毎日を楽しんで頑張っていきましょう。今日の動画は以上となります。チャンネル登録をまだしてない方はぜひしていただけると嬉しいです。そして帰る前にぜひいいね、グッドボタンを押して帰ってくれると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。